こんにちは、ゆずきです。今日はスキンケアの動画を久しぶりに撮りたいと思います。で、私10月くらいにスキンケアをねガラッと変えて3ヶ月くらい経つんですけど、肌の調子がずっと安定していいのと今のスキンケアがすごい自分に合っているなと思うので、今日は使ってみて良かったアイテムを紹介してみたいと思います。で、まず私の肌タイプをお話しすると、私は乾燥肌で、乾燥肌もいろんなね乾燥肌があると思うんですけど、どっちかっていうとこう内側が乾いているインナードライ肌っていうのかな、です。なのでスキンケアもオイルだったりクリームでこう油膜を張る保湿法っていうよりも、こう水分をね内側に入れる保湿があっています。なんか水分量を上げたりとか水分保持力を高めてくれるようなスキンケアがいつも好きで使っています。じゃあ早速ね使っているものたちを紹介していきたいと思います。まず最初にクレンジングから紹介していきます。今使っているクレンジングがこちらです。じゃん、トーンのこっちがモイスチャークレンジングミルクで、こっちがモイスチャーウォッシュペーストの洗顔料になります。で、今トーンをねライン使いしています。ちなみに最初に話しておくと、このクレンジングミルクからお話しすると、私の普段の使い方はポイントメイク落としでアイメイクを落としてからお風呂場でこれを使っているっていう感じで、自分メイクの時はほとんどなんか石鹸オフができるような日焼け止めだったり化粧下地だったりファンデーションを使うので、これでも全然スルスル残ることなく落とせる感じです。なんかやっぱりオーガニック系だったり優しい使い心地だと、なんかこう化粧が落としきれてないかなとかそういう不安もあると思うんですけど、私はこれで全然落とせてます。しっかりメイクしているなっていう時とか、あと石鹸オフじゃないコスメを使ってる時は、以前に紹介したこの韓国のねバニラコっていうクレンジングバームを使って落としています。そう、私がねこれ使っていて好きなところが、キュッキュしないんですよ。洗い終わった後に突っ張らない感じがあって、で洗い終わりが適度に潤っている感じがあってすごく好きです。これ朝洗顔にもおすすめされていて、で私実は 2,3 年前くらいにもトーンをねライン使いしていた時があって、夏場とかはこうさっぱりしたいなっていう時は朝はこれで洗顔してる時もありました。で、あ、そうそうそう、これなんかね大気汚染物質だったり老廃物とかもオフしてくれるみたいなので、なんかメイク以外にもそういったものもしっかり落としたいなみたいな方にもこれすごくいいと思います。じゃあ次がこれですね、トーンのモイスチャーウォッシュペースト洗顔料です。で、これはクレンジングミルクの後に使ってダブル洗顔私はしています。で、これの好きなところが泡立ちがすごく良くて、私いつも本当にねこれぐらい、こんなちょびっとしかこんなちょびっとしか出さないんですけど、泡立てネットにこんなちょびっとを出すだけでもすごい濃密でキメの細かくて、なんて言ったらいいんだろうな、なんかねボテッとした重めの泡ができるんですよ。で、洗顔とかは私はどっちかっていうと泡で洗いたいタイプで、肌をねこうやってやっぱ引っ張ったりとかこすったりするとたるみの原因になったりとか、そういうのでこう肌へのダメージ、肌への負担か、肌への負担がかかっちゃうので、なるべくこうこすったりとかせず泡で落としたいタイプなので、これがすごく好きで、これの泡立ち加減が、でその少量でねやっぱ泡がすごく立つのでコスパもすごくこれいいと思います。使用感とか洗い上がりは割とさっぱりする感じだけど、こうキュッキュしたりとか突っ張ったりとかそういう感覚はないです。これホームページにも書いてあったのが、汚れとか老廃物不要なものをしっかり落とすって書いてあって、なんか本当にその言葉通りそういう汚れとか老廃物とかを落とされたっていう感じのする洗い上がりっていうのかな、さっぱり感があって、洗顔料はさっぱり感求める人とかそういう方にもいいと思います。でもねキュッキュとかそういう感じはないです。はい、じゃあ次こちらです。同じくトーンのブースターセラムです。これは導入美容液で合ってるかな、導入美容液で化粧水の前に入れてその浸透率を良くするものです。でね、これを塗るだけで肌がこうやってやった時にもちってなる感じ、わかります？なんか化粧水とかでさすごい入り込むとなんかこう手に張り付いてくる感じがあるじゃないですか。そういう感覚のもちっと感が出る美容液って言ったらいいの、とにかくなんかねもちっとする感じで、これはいつも私だいたいね2プッシュぐらいで十分潤うかなっていう感じ で乾燥が今日は気になるなっていう時はなんか気分で3プッシュにしたりとか、ちょっと量変えたりしてるんですけど、
ツープッシュでいいので、なんかそこまで量がすごい減るとかそういう感じもないですね、うん、なんか2ヶ月ぐらい持ってる気がする、朝夜使ってて。でなんかこうね、塗り始めは結構ちょっとペタペタするかなって思うんですけど、こうやって染み込ませるとすぐに肌が馴染んでって、なんかね肌がね飲んでるんだなって思うぐらい内側にぐんぐん入っていって、その後のベースメイクとかに響くことも特にないので、私はこれ朝も使っています。美容液探してて乾燥気になる方とかこれいいと思います。じゃあ次、じゃーん、こちらのトーンのモイスチャーローション、化粧水です。これはね、水みたいにとにかくサラッとした感じ。化粧水ってふんだんに使った方がいいってよく聞くし、よく言われてると思うんですけど、ブースターと一緒に使ってるからなのか、これは本当に普通の量というか少量を使うだけでもすごい潤って内側に入っていく感じがあるので、肌の表面がベタベタしたりとか、そういう嫌なベタベタ感っていうのかながなくて、肌がもちもちってする感じです。あとこうやっぱサラサラしてるから、コットン美容っていうのかな、コットンを使って化粧水とかスキンケアしたいっていう方にもこれすごく使いやすいと思います。小さいからすぐなくなっちゃうかなと思ったんですけど、少量でも結構潤うのでコスパもそこまで悪くはないのかなって思います。次ですね、じゃん、こちらのオイルです。これはエンリッチオイルの美容液です。で私は結構ね、オイルとかクリームとか油分が強すぎるっていうか、油分が多すぎるスキンケアをするとなんかねニキビができやすくて、吹き出物がすぐできちゃうんですよ。で前にすごい肌が乾燥してて、これはいっぱいクリームとかオイルとか塗った方がいいと思って、そういったスキンケアをしたことがあったんですけど、その時にすごい肌が荒れちゃってびっくりするぐらい、そっからなんかあんまりオイルは自分に合わないと思ってオイルを結構避けてきたんですけど、これはそういったことがなくて、どっちかっていうと多分オイルの中では軽い方なのかな。でなんか割とサラッとしている、私でも使いやすいオイル美容液です。さっきのブースターみたいにこう乾燥が気になるときは増やしたりとか、逆に今日は大丈夫かなっていうときは減らしたりとか、結構その日の乾燥状態によって変えてます。朝でも全然なんかその後のベースメイクに響いたりとかメイクに響いたりすることないので、日中の乾燥が気になるなっていう時は朝でも多めに使うことあるんですけど、それでも嫌な何油っぽさを感じたりとか、メイクがそうよれる感じとかそういうのがないので使いやすくて私はすごく好きです。私みたいにこうオイル美容になんとなく苦手意識があったりとか、重すぎないオイルを探している方とかはこれすごくいいと思います。そしてお次はこれです、トーンのモイスチャーミルクの乳液です。でこれは結構ねテクスチャー的には乳液にしては重めなのかなと思います。こってりしたって言ったらいいのかな、クリームまでは重くはないけど、私の中での感覚はクリームみたいな感覚で使ってます。ただ一つこれ朝に使うとその後のベースメイクだったり化粧下地だったりそういったものとの相性なのか、もろもろっていうのかな、ボロボロしたものが出やすいので、私はこれはどっちかっていうと夜にこうナイトクリームみたいな感じで使っています。で朝起きた時にこう重たいクリームとかだと結構肌にクリームが残ることあるじゃないですか、ないですか私はあるんですけど、なんかそういうのがなくて、ちゃんと朝起きたら肌表面はさらっとしっとりしている感じがあるので、そういう使い心地も好きで使っています。さっき話したようにじゃあオイルとかクリーム美容が私の肌は苦手かなと思ってたんですけど、これは分厚めに塗っても全然荒れることがなく、むしろ肌がねツヤっとするので気に入って使ってます。クリーム欲しいけどそこまで重たくないの探してるとか、クリームは使うまででもないけど乳液でちょっと重たいのが欲しいっていう人方はこういうのがいいのかなと思います。はい、じゃあ次、朝使っている乳液が今はこれを使ってます。ママベビーのベビーミルクローションを使っています。これはなんだっけ、そうそう、ベビーミルクローションって書いてあるし、ママベビーだからこれ赤ちゃん用だから大人が使うには物足りないかなって思ったんですけど、裏面にもね大人も使えますって書いてあって、テクスチャーは割と緩めで軽めの乳液なので朝はこっちを使ってます。これすごく使いやすくて、やっぱり朝のスキンケアってその後に使うベースメイクとの相性を考えるじゃないですか。これだと全然なんで油でよれたり、油って言っちゃった、オイルでよれる感じもなく適度に肌はツヤっとするので使いやすくていいです。で次ですね、じゃん、こちらの
クオリティバーストのオールインワンシートマスク EX2 50枚入りです。いろんなこれも種類が出てるんですけど、私はもう一番ベーシックなこれにしています。これはねもう3、4パック目ぐらいずっと使ってます。ビューティーシーの撮影の時にこれすごいいっぱい良くて毎日使いにはすごくいいよっておすすめしていただいて、それでやってみたんですけどすごくいいです。毎日使うにほんとぴったりっていう感じのシートマスクです。量も多いし3分でも十分保湿可能って書いてあって、私は3分じゃなくていつも大体何分ぐらい7分とか10分ぐらいはこう肌の上に置いてるんですけど、それでもシートマスクがこうカピカピね乾燥することもなく使えるので、本当にコスパが良くて気兼ねなく使えるのでおすすめです。私結構シートマスクとかもピリピリしちゃったりとか、ものによっては肌がゴワッとするなっていう時があるんですけど、これは全然そういった問題もなく使えているの で裏見てもね、敏感肌用とかパッチテスト済みっていうのが書いてあるので、肌に多分優しいのかな。またねなくなっちゃったので5パック目4パック目リピートで買いに行こうかなっていう感じです。で次がこちらです。オルカンモのオールインワンゲルクリームで、化粧水、乳液、クリーム、美容液が一つになったオールインワンのクリームです。これもすごく良くて、なんて言ったらいいの、私オールインワンクリームってやっぱりオールインワンって言ってるけどちょっと物足りないかなと思って、結構最後にこう化粧水足したりとかすることが多かったんですけど、これは本当にこれ一つで十分肌が潤うで、朝はあんまり使ったことないんですけど、夜にこれを塗って寝ると翌朝肌がもうツヤツヤで張りが出るっていうのかな、で肌が柔らかくなっている感じがあります。でもこれ高めなので、なんか今日はちょっと肌の調子が良くないなとか、明日の肌の調子をツヤツヤにしたいみたいな時にこれを使うようにしていて、あとなんかもう本当に疲れててスキンケアにもう時間かけられない時はこれを使ったりしています。でもそれでもサボった感のないスキンケアができるっていうか、ちゃんと肌のケアができるのでこれを使っています。なのでデイリー使いっていうよりたまに使うっていう感じのクリームで、で本当にねもうちょびっと出すだけで十分潤うので意外になくならない。で周りの方でもこれ結構みんないいって言ってる方がね多かったので、割とねどんな肌質の人にもどんな年齢層の方にも合うのかなって思います。はい、では次こちらです。おさじのニュアンススキンフィックスミストしっとりタイプです。これはカバンの中身でも紹介したんですけど、持ち歩くタイプの化粧水ミストです。でこういう風にこうシェイクしてスッとする感じです。すごいミストが細かいので今化粧しているんですけど、こういうメイクの上からしてもよれることなく適度にツヤ感が与えられるので、これはいつもカバンに入れて持ち歩いています。やっぱり夕方ぐらいになると顔が疲れてきたなっていう時にこれをシュッてするとねツヤ感が出るので顔がなんか蘇るっていうか元気に見えるので、そういう時にも使ったりしたり、あとやっぱマスクってこの辺すごい乾燥しません？私本当に乾燥するんですよね。でだからそういう時にこれを一吹きしたりとか、あと香りもねすごくいいのでリラックスしたいなみたいな時にシュッとして使ったりしています。であと最近たまにするのがこうベースメイク一通り全部終わらせるじゃないですか、ファンで塗ってとか全部した後にこれを一回一吹きシュッてやって、その後にスポンジピピピピってやると健康的なツヤ感が出るので、そういう使い方も最近はしています。じゃあ次、今までは割と肌のアイテムだったんですけど、次はこちらのウズのまつげ目元美容液です。私結構まつげ美容液好きで何個かいろんなものを試してみたんですけど、今まで使ってあるのがことがあるのが筆タイプだったり、あとはこうチップタイプのものだったんですけど、これはねこんな感じでチューブになっていて、こう指にね出して目元に塗るタイプの美容液です。まつげ目元美容液なのでまつげだけじゃなく目全体に使うことができるんですよ。でこれを塗ってから夜寝るとなんか気持ちね目元がふっくらしてたりとか、あとこういうところの乾燥じわがうっすら なくなっている感じがするので、なんか結構まつげをケアしながら目元も
ケアできるので、あれやこれやスキンケアしたくない、めんどくさいなっていう時とかでも使いやすくて、目元もね一緒にケアできるので、これ結構便利で好きです。まつげ美容液ってやっぱ海外製のものだったりすると目にねこう染みたりとかすることもあったんですけど、これはそこまで染みることもなく使えます。でこれ使い続けてたらなんかねまつげがねしっかりしてきた気がする。あとねちょっとやっぱ伸びてる感じがあるので、1回の量も少量でいいのでコスパもよく使えると思います。で次、これはメディヒールのパックです。いろいろマスクとかシートマスク試してきたんですけど、これが好きでこれをねついいつもね買っちゃうんですよね。なんかどんな肌状態の時に使ってもこれだったら肌がクリアになる、で水分量とか保湿力も高まるので、そう私やっぱりね油分が強すぎるものが合わないんだと思うんですよ。これも確かメディヒールの中では保湿力とかを上げてくれるもの、多分水分量が上がるやつじゃないのかな、アクアリングって書いてある、だからすごい合っていて、であとシートも薄くてね使いやすくて好きですね。あとドラッグストアじゃない、ドンキとかでもすぐ買えるので、あーないなと思った時に買える手軽さとかも好きで、なんだかんだ言ってこれにいつも戻ってこれを使っています。あと液がいっぱい入ってるのでね、こんな感じで最近私が使っているスキンケアのアイテムを紹介してみました。結構前とはガラッと変わったかなって思うんですけど、やっぱり最近冬になって寒くなって乾燥が気になるので、割と保湿重視の感じで選んでいます。なのでぜひ皆さん参考になったら嬉しいです。私は季節によってなんかスキンケアを変えているので、また、まあ、夏は夏で私は焼けやすくなったら今度はちょっとトーンアップ効果のあるものをねいつも使っているんで、そういったものをまた更新して動画撮りたいと思います。じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。バイバイ。